第5回スーパーボールは1971年1月17日にフロリダ州マイアミのマイアミオレンジボールで開催された試合。AFL-NFL 合併後初の開催となった。AFC チャンピオンであるボルチモアコルツと NFC チャンピオンであるダラスカウボーイズが対戦し、コルツがカウボーイズを16から13で破って初のスーパーボール制覇を果たした。 MVP は敗戦チームのカウボーイズからラインバッカーであるチャック・ハウリーが受賞した。敗戦チームから MVP が選ばれたのはハウリーのみである。1970年3月17日、ホノルルで開かれたオーナー会議で第5回スーパーボールをマイアミで開催することが決定した。試合はターンオーバーの応酬となり、カウボーイズのクレーグ・モートンは 第4球にインターセプトを3回喫した。カウボーイズはマイク・クラークが2本の FG を決めて6から0とリードした。その後、コルツはジョニー・ユナイタスがジョン・マッキーへの75ヤードの TD パスを決めるが、トライーポイントが失敗に終わり、逆転はならず、カウボーイズはドーイン・トーマスへの7ヤードの TD パスで13から6とリードして、前半を終了した。 第4球、コルツは、トム・ノアツキーの2ヤードの TD ランで13から13、と同点に追いついた。残り時間9秒に、コルツの新人キッカー、ジム・オブライエンが32ヤードの FG を決めて、コルツが勝利した。両軍は合計で、11回のターンオーバー、14回のペナルティを犯した。ありがとうございます。